本館、別館株式会社西山旅館は、広島県尾道市にある旅館を経営する企業。法人番号9兆2400億1万3 83千8370。本校ではその旅館である、登録有形文化財の宿西山本館と西山別館について記す。料理は、双方ともに、日本料理で、瀬戸内の魚を中心とした、旬の食材を活かした。 尾道の味になる。1930年4月開業。尾道市街地中心部、薬師堂通りに面した地に立つ。なお旧出雲街道は、本館の裏手側、一つ東側の道にあたる。国の登録有形文化財。日本遺産、尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市を構成する文化財の一つ。二千十七年楽天トラベル評価の高い国。 指定文化財の宿ランキング1位。旅館経営者によって丁寧な手入れがされており、当時のものをそのまま残している。外部の旅館案内サイトによると、サービスは家庭的で心から安らぎを与えてくれるという。元々は、尾道で財を成した人物が別邸として建てたもので、家屋大町では1872年と1922年の建築とあるが、 調査の結果ほぼ対象末期の建築であるとされている。それを旅館創業者が買い取って、改修、開業した。1952年改修。様式は、対象期の複合型和風建築。木造2階一部3階建て、瓦原き。建築面積425平方メートル。客室は、すべて庭に面する。3階に18畳と10畳の続き合いとなっている。 大広間がある。現在入手できないような建築材が多く用いられ、丁寧な細工が施されている。玄関には松の名木の床板が敷かれ、その上部は大正時代の木造建築には珍しい2階天井までの吹き抜けになっている。竹の間と呼ばれる床柱、網代天井と内装すべて竹で統一されている部屋などがある。外国人の公愛関係者、 造船関係者の宿泊用に洋室産室も作られている。旅館が公表する交通手段を列挙する。1943年開業。近代から造船で栄えた尾道で、その造船関係者が接待に用いる、迎賓館的な建物として開業した。セット内海、松永湾を一望できる広い芝庭園を有し、すきヤ作り。 かやぶき屋根あるいは洋館などそれぞれで特徴を持つ9つの離れがある。そのいくつかは別地にあったものを移設して利用している。また大広間を有し、婚礼会場としても利用されている。1981年7月8日、学生時代の皇太子、なる人新郎が卒業研究の臨時調査でビンゴ地方を訪れ、その際ここの離れ、沖の家に宿泊している。 旅館が公表する交通手段を列挙する。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。西山本館に関するカテゴリ西山別館に関するカテゴリありがとうございます。